やっぱそれで言うとやっぱり僕たちは愛子芸人ですから。あ、確かにね、愛子様様ですよ。愛子様様ですよ。愛好会メンバーですからね。まさにね、うん、あれ愛好会っていう何ですかそれは。あれ、あのバイクさんとかミヤトさんとかがやってる。ちょっと僕呼ばれてないですね。そう、僕も呼ばれてないですそういうのがあるんや、そういうのがあるんや、うん、いやいやいや、でもね、愛子さんっていうのはね、やっぱり僕ネタで愛子さんっぽい曲を作るっていうのをやってるんですよ、うん、ちょっと歌わせてもらっていいですか。愛子さんが実際作ってないんですけど、うん、あの愛子さんが作ってそうな曲っていうのを勝手に作ってまして、はい、例えば愛子さんが、童謡桃太郎をテーマに曲を作ったら、はい、多分きっと失恋ソングになるっていうような、はい、勝手に想像して作ったんですけども、はい、皆さん想像しながら聴いてください、はい、愛子で桃太郎。桃太郎、私にもきびだんごをお一つ分けて、欲しかっただけ、猿よりキジより犬より役に立つからね、お供にしてほしい、こぼれたきな粉ぬぐあなた、頬を赤く染めたあたし赤鬼に退治してよ。いや素晴らしいこういうのがあるんですよ。これをやったところ、うん、これをやったところ、愛子さん公認いただきまして、はい、ご本人から。そうなんですよ。ちょっとね、普通だったら、うん、自分のこの我が子のような曲、うん、そういう作家性みたいな部分を僕がお笑いでちょっといじるみたいなことですから、うん、まあ、大尊敬の上でやってるんですけど、うん、はいはい、リスペクトの上でやってるとはいえ、そういういじるという行為を愛子さんがめっちゃおもろいやん、めっちゃおもろいやん、おもろいやん、アイコやでみたいな感じで、いやいや、アイコやでは言えへん。あんな、そう、それでもうその、うん、発端はそのアイコさんの、うん、が出演される関西の番組に、うん、ゲストで呼んでいただいて、はい、でありがとうありがとうみたいな、その時も、うん、もう私の友達がな、送ってくれてん、うん、あの送ってくれてん、なんかこういう芸人いるよ、うん、あのそれでめっちゃ見ておもろいおもろいと思って、うん、アイコやでって言って、いや、アイコやでは言えへんありがとうございますって言って